日に日に綺麗。ええー、嬉しい。そんなバカな。日に日に年を老いてますよ、ちゃんと。しっかり。いいお母さんになりそう。ほんと？全然今んとこそんな感じないんだけど。ファンレター送ったら読んでくれますか？読みますよ。劇場か、事務所にぜひ。たまにユキリに似てるねって言われるの。心の中でガッツポーズしてる。ほんと嬉しい。何型？ B 型です。さっき2012年の東京ドームの DVD。お、懐かしい。髪がまだ黒い時だ。一人っ子なんだ、一人っ子ですよ。またインスタライブしてくれる？はい、またしまーす。ねえねえ、ゆきりん。はい。なんでしょう。親知らず抜いていたいよ。私、親知らずちょっと生えてきてるんだけど、やばいのかな？抜いた方がいいのかな？今んとこなんか、大丈夫そう。昨日の NHK の番組見たゆきりん可愛いか。昨日の NHK、あー、ラガッツか。アイドルのやつね。ありがとうございます。圧倒的最年長でした。最近バラエティでゆきりん見られるの嬉しい。あら、ありがとうございます。また何個かね、収録してるやつがまだ放送されてないので、お楽しみに。ゆきりんずっと変わらないな、美人。え？嘘？嬉しい。コメント読んでくれすぎて永遠配信続きそう。わかる。私もコメントなくなるまで読んじゃいそう。この前のゆいちゃんとのご飯お酒飲んだら、この前はなんか一杯だけ。でも、あんま、一応って感じです。枕が合わなくて毎日置く。ね、わかる。私もいい枕欲しいの、今。合ってるか合ってないかわからない。ゆきりんのリアクションめっちゃ好き。ありがとう。母譲りです。船の免許取りたい。いやー、船はどうだろう。乗りたいけど。韓国人のファンです。ありがとう。あにあせよー。監査班にだー。発音合ってんのかな。吉田あかりちゃんとよく会いますか？今日会いましたよ。写真一緒に撮った。ママリン、ママリン。ゆきりんが写真集出したら絶対買うから出してほしい。ねー、頑張ります。 B 型最高。 B 型、本当は B 型って言ったらめっちゃ嫌がられるけど。ラガッツのせどり最高すぎました。わ、多分メンバーが決めたんじゃないかな、他の。どこ読んでるだろう。ここ読んでます。ゆきりんのファンになって今年で10年目になった。あら、長い。嬉しい。まだまだいますんで、よろしくお願いします。さっきパジャドラの DVD 見てました。あら、テモデモの涙を見てください。友達が親知らず抜いてめちゃくちゃ腫れてた。やっぱそうだよね。鶏肉また出てほしい。はい、頑張ります。今度こそ。出たいバラエティ番組は、いや、めっちゃいっぱいありますよ。めちゃめちゃいっぱいありすぎて、この前クリームナンチャラが好きで出れてすごい嬉しかったです。まだいっぱい出たいです。めちゃめちゃ勉強中です。明日の YouTube の内容気になりすぎて眠れないんでヒントだけください。え？そうだな。でも要望いただいたやつです。これをやってほしいって言われた。メイクじゃないけど。コメント飛ばされて泣き、ごめんなさい。読んだよ。ゆきりんの好きな夏はいろいろ楽しめるようになったらいいね。そうね。まだわかんないよね。就活応援してほしいです。頑張れ！無理せず。カウントダウン TV で改めて思ったけど、ゆきりん首長すぎ。めっちゃ言われる。私首長いって。ちょっとバランス悪いんですよね。髪の毛上げると。首。そう。何時まで配信する？なんか15分って言っちゃったけど楽しくてやって。もう30分にしよう。もう絶対30分まで。すいません。長めにやっちゃってる。暇すぎて。正座して聞いてたら完璧しびれた。あれ。正座しなくていいですよ。ゆきりん友達にいたら楽しいだろうなって思う。嬉しい！いつもこれ私。このテンション。初めてインスタライブ見ました。あら、すいませんね。初めてなのに顔が出てなくて。YouTube 生配信予定あります。そう、近々やりたいと思ってるんですけど、ちょっとこの情勢を見ながらできたらやろうと思ってます。5年ぶりにユキに好きになりました。え、5年ぶりにユキに好きになりました。もともと好きで5年間やめててまた好きになったの。ありがとうございます。最近めっちゃ好きになりました。 YouTube 大好きです。ありがとうございます。嬉しい。 YouTube 原宿の面白かった。ありがとう。全然気づかれなかったよ。看護師で頑張ってるか応援欲しい。頑張ってね。本当にいつもありがとうございます。今夜比べてみました。ぜひ出てみたい。コンクラ。ねえ。テンション高えな。本当？めちゃめちゃ抑えてる。ちなみに。さっきうるさいって言われて。ちなみにこれでも静かにしてます。手間でもの涙テレビで見ながら今日踊ってた。あら！振り付け簡単だからね。僕夏公演見たいの。確かに。もう公演やりたいですよね。仕方ないけど。一気に夢叶えたよ。あら！おめでとうございます。素敵ですね。AKB で一番好きな曲、むずっ。まあ、グリーンフラッシュかな。上海からのファンです。あら、シェンシェン。環境変わるの怖いや。でも慣れるよ。変わった時はみんなあれだけど。おすすめのゲーム教えて。今はもう動物の森やってます。ゆきりん、頭の回転早くてすごい。嘘でしょ？全然早くない。早口だけど。コメント読んでくれてありがとう。ありがとう。
いつ会えるかなね。ゆきに機械強いの。私結構機械強いです。パソコンとかめちゃめちゃ得意な方だと思うんだよね。ゆきりに憧れてウィンクめっちゃ練習したんだよ。あら、かわいい。私ちゃんと、意外とウィンクあんま上手じゃないんだよね。よく見たら多分。マカロンって言ってください。マカロン、ちゃん。配信してくれた声だけでも嬉しいです。あら、ほんと？嬉しい。他に出てみたい番組。もうありすぎて選べないですよ。アメトークとかも出てみたいし。どっち側でも、どこでも。こんな早口だと思いませんでした。ほんと？できるだけ読もうと思って頑張ってます。好きな恋愛映画。いや、私全然映画見ないんですよ。教えてください。YouTube ライブやった方がいいよ。みんな家で暇してるから。そうですよね。できたらやろうと思ってます。近々。グリーンフラッシュだけいつもより多く死んでかった。あら。センターでしたからね。ありがとうございます。にゃんわげのなんとも言えない雰囲気が好き。ありがとう。一生距離ある。大好きなんですよ。小島さんのこと。早く雪にだるます。アイリーム振りたい。ねー。一気に会いたい、会いたいよブラインドタッチできる、できますよ。もうめちゃめちゃパソコン派だったので私。私も AKB 入りたい。待ってますよテラハ見てる。ああ、見てる時もあったけど最近見てないな。エイトって呼んで、エイトさん。声かわいいね。嘘でしょ？ほんと？めっちゃ聞きやすいし、ファン思いで素敵です。亡霊ならでファンになりそう。亡霊って何？なんで亡霊？最近ユキリン好きになりました。ありがとう。柏木ちゃんって呼ばれたらどう思いますか？何でも嬉しいですよ。柏木よりは嬉しいよ。声が知り合いにめっちゃ似てる。え？知り合いなんじゃない？私。ドラマ出てよ。いや、演技がね、苦手なんでね。4月から社会人なら頑張れって言ってくれたら助かります。助かります。頑張れー。アイドルオタク枠でコンクラあるのかな？出たいん。でもアイドルオタクの枠なんていっぱいいるからね。趣味は何ですか？今、もうめちゃ今はもうペン字練習です。ひたすらペン字練習してる。あと食べること。アメトーク出るなら絵心かダンス運動神経。いや、運動神経はやばいわ、私。早口だけど声かわいい。ありがとうございます。泣きたく、なるほど。あなたに会いたい。歌詞書いてる。今どこ読んでます？ここ読んでますよ。最近リアル恋愛もの流行ってるよね。ねえ、バチェラーとかね。あと、狼ちゃんとかですよね。年下のメンバーと、あ、小島子！小島子じゃん。ゆきりんさんって来てる。小島子服届いたよ。すぐ来た。写真撮ったけどまだ載せてないから載せる。スカートがめちゃめちゃ可愛かった。まっこじちゃん、ありがとう。ゆきりん参考で配信してほしい。ねえ、この前、有吉反省会で久しぶりに3人揃ったけど。嬉しい。たまに適当な会社面白い。すいません。呼び捨てファンタジーで自分で柏木って言ってる。いや、あれはバランス取るために柏木って言ってくださいって言われちゃったのよ。小島子来たね。小島子ちゃん。嬉しい。夜更かしだね。YouTube 初チャンネル登録、ゆきりんワールドです。あら、ありがとうございます。狼ちゃんも見るの。うん、なんか前、たまに地上波とかのやつとかでも見てましたよ。服のイントネーション。え、服？服？どっちだ？服。服？わかんない。国際派目指して英語か中国語。いやね、確かに喋れたらいいよね。ゆきりももって呼んで、ももちゃん。前に忙しいね。少し休んで。え、全然休んでるよ、私。全然休んでる、本当に。最近一日が早すぎて。わかる。いいことだよ。読んでます？読んでますよ。この間のネット記事のロングインタビュー感動した。ああ！アイドルの話ね。そう、インタビューってありがたいですよね。いつも思ってることなかなか話す機会がないけど、インタビューとかしていただけると、ね、いろんな方に読んでもらえる。何の服買ったの教えて。あ、小島この、春ヒロインでね、なんか、T シャツとスカートをね、買いました。とりあえず届きました。お花柄の。恋をするとバカを見るが大好きすぎる。この前コンサートで久しぶりに歌いましたね。恋をすると、なんだっけ、ねねねねねね、マジになると、わかんない、歌詞覚えてない。YouTube 見てからハマって毎回見てる。ありがとうございます。元気元気だよ。前田さんとは連絡取っておりません。緊張して無理です。スニーカーとか履くの？履きますよ。鬼塚タイガーのシルバーのやつとかよく履いてます。今どこ読んでるの？ここだよ。今読んだよ。夜風の仕業が一番好き。ありがとうございます。名曲です。自分で言うのもなんなんですが。AKB になりたくてダンス頑張ってるけど、ウザとか難しい。ウザ難しいよ。私も全然踊れないもん。最近ユッキーリンがテレビで歌ってるとこたくさん見れて嬉しいです。ありがとうございます。でもしばらく歌番組もうないかもね。一通り。
なんでラジオ配信なの？ちょっとメイクしてないから顔が映せないんですよ。今欲しいものは、え？なんだろう。今欲しいもの。今欲しいもの、むず。ない。ないかもしれない。買った服またアップしてください。はい。載せまーす。沈黙が好き。あら、ありがとう。私も好き。時間の砂がサラサラ落ちた。明日も YouTube 更新された秒で見に行くね。見てー。夜でーす。あ、30分なった。やば。やめるかー。うさなついめっちゃコピーした。すごいね。難しいね。フレキスのメンバー。この前ね、ちょっと会う予定があったんですけどね、私はちょっと行けなかったんだよね。明太フランス食べたい。わかるー。毎日近くテレビで見れて嬉しいです。ありがとうございます。また収録されしたやつがあるので、ぜひ楽しみにしていてください。みーちゃんと仲良しですか？仲良しですよ、もちろん。寝ちゃうのやだ。いや、多分私寝ないんですけど、全然まだ寝ないけど、みんながさ、寝れなくなっちゃうから。ね。またやってください。ありがとうございます。ゆきりの YouTube 見て AKB5 年ぶりに押そうか迷い中。押してよ！いい子いっぱいいるんだから、頼みますよ。お願いします。ゆきりんってなんで可愛いんですか？いや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 。ゆきりんゆきりんゆきりんコメント読んでもらうまで言ってやるよ。はい、読みましたよ。鹿児島帰ってきてねー、帰りたい。よし、じゃあそろそろやめよう。みんなが寝れなくなっちゃうから。明日お仕事の人もいるだろうし。ね。ということで皆さん今日はラジオ配信でしたが、お付き合いいただきありがとうございます。アーカイブ残さないので、皆さんもできれば画面録画したやつを載せないでください。お願いします。コメントに時間差、どうなんだろう。今日はまあ、早めに寝ます。2時ぐらいにはもう動物の森ちょっとだけやって寝ることにします。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。明日は YouTube を夜に更新します。絶対に見てください。あとは生配信も予定しております。明日じゃないですよ。4月かな ?4 月入ってすぐぐらいに一応こう、生配信、YouTube 生配信する予定ですので、いろいろ調整できたらまたお知らせいたします。皆さんありがとうございました。ゆっくり休んでくださいね。ありがとう。このラジオ配信だったらもういつでもできるよ、私、本当に。いつもメイクしてないから、インスタライブできないだけで。またやります。またこの質問答えるやつとかもやりたいと思いますので、ぜひぜひ、お付き合いいただきありがとうございました。明日も皆さん、元気に、楽しい一日をお過ごしください。YouTube 楽しみにしててね、明日は10時ぐらいに起きます、多分。ゆっくり休みます。ありがとうございました。ではでは、またね。バイバイ。はい。おやすみなさい。またね。ありがとう。